最近雇った新しいメイドがなんだかとっても怪しい。メイドなのにやたらと露出しているし、料理も掃除も洗濯も完璧すぎるのだ。純粋で真面目な坊ちゃまにはメイドの些細な行動も怪しく見えて気になっちゃう様子。そんな視線を知ってか知らずか、坊ちゃまをからかおうと冗談を言うメイド。だったが、予想外のストレートな褒め言葉に思わずドキドキ。怪しいメイドの本心はただ大好きな坊ちゃまと仲良くなってもっと信頼されたかっただけ。坊ちゃまの方は怪しすぎて可愛すぎるメイドのことをもっと知りたいと思っていて、素直になれないメイドと素直すぎる坊ちゃまのやりとりはこんなにも初々しくて面白い。からかいメイドと無自覚たらし坊ちゃまの攻守逆転ラブコメディ。最近雇ったメイドが怪しい、コミックス絶賛発売中。